リシュリュー級戦艦、リシュリュー級戦艦、リシュリュー級戦艦、リシュリュークラスバトルシップとは、ワシントン海軍軍縮条約における大艦建造規定に基づき、フランス海軍が建造した戦艦、第二次世界大戦前に完成しないまま、未完成状態のままで、米英各国軍と戦闘を交えた、稽古な艦歴を持つ艦である。ダンテルク級戦艦建造により、 近代戦艦を獲得したフランスだったが、地中海での仮想的であるイタリアが、旧式土級戦艦4隻の近代化階層と並行して、15インチ砲搭載高速戦艦、後のビットリオベネート級の建造を開始し、ナチスドイツも26,500トン型戦艦、後のシャルンホルスト級に続いて、戦艦ビスマルク級の建造に踏み切ったため、フランス海軍は全級の拡大発展版である、 本級二隻の設計、建造に踏み切った。後日、条約明けに伴い、改良型の3.4番艦の建造にも着手した。艦の形状は、ダンケルク級と同様に4連装形式の主砲塔2機を、艦全部に集中配置し、4連装砲塔を前後に間隔を空けて装備し、砲塔の間に補助機械室を配置して、主砲塔被弾損傷時の被害拡大を防ぐ構造。 したのも同様だが、ダンケルク級を運用した経験に基づき、不具合を改良した。また、戦後各国で普及した、ミズン、マストと煙突、スタックの機能を合体させた、マックを先駆けて取り入れた点は今日でも評価できる。手法口径は、1931年型製 33cm52 口径砲から発展し、 193年型製 38cm45 後継砲に拡大されている。また、観光部には、ラガリソニエール休憩巡洋艦にも採用された、1930年型 15.2cm52 後継砲を3連装砲塔に収め、後部甲板状に三角形状に配置したほか、1930年型 10cm 45口径降射砲を連装砲画で、片原3機ずつ、計6機12門を搭載した。さらにインドルスらしきボイラーは、従来のボイラーとは、全く違った構造で、小型化が可能であり、防御力の向上に寄与している。船体形状はフランス新船艦からの採用になる、中央ロー型船体を引き続き採用している。艦首構造は強く傾斜した、クリッパーバウで、 監視官班の視野、傾斜は強く取られており、本級の量並み性能の差を伺わせる。船体形状は、全長247.8メートルに比較して、全幅が33メートルと全級よりも、縦横比率が7、3と強くなっている。同世代のイギリス新戦艦やイタリア、新戦艦ほどではないにせよ、高速を出しやすく激に、最適な安定性を出せる良い形状となっている。 艦首から本級より新設計の1935年型、三38センチメートル45口径砲4、連装砲塔に収め、1.2番手砲塔間隔を空けて1機ずつ、計2機、その背後に装甲司令塔を組み込んだ、公開環境を基分に持つ近代な東型環境の頂上部には、世界的に見て、大型の手法用13.5メートル速距離のさらに、上に、 複砲用8メートル即競技を2段に重ねて装備した。これらの即競技は独立して別方向に旋回できる。即競技を囲むように台形の見張り台があり、四隅の後部には日体の信号マストが伸びている。環境基部は関西艇を釣り上げる2本のボートダビットの基部も兼ねており、関西艇は環境とマックの間のスペースに並べられる。看板上には 初期設計段階では複方塔2機が左右に1機ずつ配置される予定であったが、航空機の進化に伴う時代の数勢に合わせて、複方塔2機の代わりに新設計の1930年型 10cm50 口径広角砲を連装砲画で、片元3機ずつの計6機を配置した。この時代の艦船では、特色あるのが煙突と水を合体させたマック構造を、 発明しており、断面が箱型の煙突のチューブから、紙型斜め45度に傾斜させた煙の上部に、見張り台の上に乗せられた、後部即挙施設がある。その後ろには、1930年型15.2センチメートル、52、後継砲を3連装砲砲,砲等に収め、3基を水上規格濃厚を挟み込むように配置された。 副砲塔3機を後部看板上に配置したことにより、広角砲は船体中央部の原則に配置され広い社会を得られた。水上規格濃庫から先は看板1段分下がって、全球と同じく折りたたみ式クレーン1機とカタパルト2機が艦尾側に設置された。なお、1943年10月にニューヨーク海軍交渉で観光した際に、 環境頂上部の複方用8メートル速距離1機を撤去したほか、水上機格納庫及びクレーンとカタパルトをすべて撤去し、格納庫後に四角形の基銃座とカタパルト跡地に円形の機関砲座を片面に木ずつ計四機を新設しており、看板各所に基銃が配置しており、ハリネズミのような異様を誇っていた。手法は新設計の 1935年型製 38cm45 口径砲を採用した。その性能は重量 884kg の砲弾を初速7 8 5 m 秒で打ち出し最大行角35度で4万 1700m まで届かせることができる。この砲を全球弾脚球と同じく4連想砲塔に収めた。不要能力は行革35度。 深く5度である。旋回角度は、旋回守備線方向を0度として1番砲塔が左右150度、2番主砲塔が156度の広い旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。装填方式は全球と同様にどの角度からも、装填できる自由格装填方式を採用し、 発射速度は毎分2.2発である。その砲威力は第二次世界大戦での主要な砲戦の行われた射距離2万メートル台ならば原則走行393ミリメートルを貫通し、通軸国では大和型戦艦を除いて耐えられる防御を持つ戦艦がない優秀な台である。副砲は、軽巡洋艦、エミール・ベルタン。 ラガ・アリソニエール休憩巡洋艦の手法にも採用された1935年型 15.2cm55 後継法を採用した。性能は重量54から 58.8kg の砲弾を最大行角45度で 26,960m まで届かせることができる。この砲を三元装砲塔に収めた。不要能力は行革75度。 深く8.5度で、装填角度は、深く5度から行角15度の間である。旋回角度は、船体守備線方向を0度として中央部砲塔が左右175度、原則砲塔は左右150度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、 毎分後から8発である。後射法は、同じく新設計の1930年型 10cm、50口径広角砲を採用し、連装砲画で、片元3機ずつ、計6機を配置した。13.5kg の砲弾を行角45度で 15,900m、14.2kg の対空榴弾を、最大行角80度で、高度1万 m まで到達できた。 旋回と不行は、電動と人力で行われ、左右方向に80度旋回でき、不行は、行角80度、不角10度であった。発射速度は、毎分10発だった。他に、広角砲の社会をカバーする役割として、計画時に1925年型落ちキス 37mm、50後継機関砲連装砲画で4機8門。 1929年また 13.2mm50 口径機銃を連装砲画で16機32丁、装備した。1943年の観光時にこれに変えてボフォース 40mm56 口径機関砲を4連装砲画で16機64門を搭載し、さらに1944年にイギリスで同 40mm 機関砲、単装9機と エリコン 20mm、70口径単装機41丁を追加された。機関配置は、フランス近代戦艦伝統のシフト配置である。機関は、インドルスラ式重油戦勝水艦艦6機と、パーソンズ式、ギアードタービン4機4軸を組み合わせ、最大出力は15万 HP で、計画速力は30ノット、航続性能は、速力10ノットで1万回り、 20ノットで7750回離航行できるとされた。本級は対抗艦視としてドイツ海軍のビスマルク級戦艦やイタリア海軍のビットリオ・ベネット級戦艦への対抗を念頭に置いて設計されており、高い重量計算と技術能力により手堅い防御力を与えれている。前述の4連装砲の採用により浮いた重量を防御装甲に回した結果、 減速走行は、列強新戦艦の中では、厚い部類に入る3 3 0ト、mm、ル走行を、船体内側に15度傾斜して貼られ、防御範囲は、水線上部3 3ルから水戦下2ルまでの、広範囲を守ることができた。水平防御も、主艦パン走行や副砲弾薬庫上面が1 5 0ト、mm、ル、主砲火薬庫上面には1 7 0ト、mm、ル走行が、おごられ、 さらに、断片防御に、機関区上面には 40mm の断片防御装甲が貼られた。また、水栓下区画内には、液層や空層に加えて、エボナイトムースと呼ばれる弾力性充填剤が注入され、巨雷食来時の衝撃波と水圧をこれで受けて、被害を抑える狙いがあった。1935年度計画間として、建造は、 ネームシップであるリシュリューが1935年にクールベ級の艦から名前を引き継いだ二番艦ジャンバールが1936年から建造が開始されたが1940年にフランスがドイツに降伏するまでにどちらも竣工できず部分的に未完成なまま両艦ともに本国から脱出特にジャンバールは第二種砲塔が未完成状態だったリシュリューはダカルにて BC フランス海軍として、イギリス艦隊と戦い、ダカール沖海戦、完全な状態とは言い難い状況下で、イギリス艦隊を撃退するも、上員不足で、応急要員不足であったために、航空攻撃と特攻モーターボート攻撃により、艦尾を大破してしまった。結局、戦闘後に自由フランス海軍に編入されて、アメリカ本土ニューヨーク海軍交渉に観光工事を、 するために開港された。一方、ジャンバールはカサブランカにて広角砲や機銃を装備しながらも手砲第一手砲等のみを運用可能とするために間に合わせの資材で手砲射撃可能状態にまでしていた。その後、統治作戦、北西アフリカ上陸作戦においてカサブランカ制圧部隊に所属する米戦艦マサチューセッツと交戦した。アメリカ海軍は 爆撃機体を出撃させ、ジャンバールの艦首と桟橋の間に爆弾を落とし、水戦下に大箱を開けた。ジャンバールは水兵を陸戦部隊に回したため、応急処置が足らず、着底してしまう。ジャンバールも応戦したものの、米艦隊に損害を与えるには至らなかった。マサチューセッツの砲撃により、電気系統に障害を受けたジャンバールは射撃、戦闘不能となってしまい、奇妙な回戦は終わった。 その後、主砲塔を、両艦李守流に譲り渡した後は終戦まで修理が行われることはなく、終戦後に、母国フランスに帰還後に、改めて観光して、世界で最初と最後に戦艦を削った国として、歴史の一ページを飾った。あ、1938年度計画館として、3番館、クレマンソーは1939年に寄港したが、1940年7月に、 ブレスト港に侵攻してきたドイツ軍に捕獲された。ドイツ軍は、本館が使用していたカンドックを開けるために工事を進めると同時に構造をくまなく調べ、やがて自国の造館技術は隣国、しかも陸戦ではドイツが干渉を収め占領下にまで置いている小国フランスの20年前のレベルだったことを知って驚愕した。船体中央ブロックのみ工事を進め、1943年に、 ハルクとして浸水した後、経過機を乗せて、港湾の防空砲台として1944年8月に、連合軍機撃沈されるまで母港を守った。4番艦ガス港には、未帰港に終わった。設計は、各姉妹艦ごとに大きく異なり、クレマン層は、後部の複方配置が環境と煙突の間の、両弦に一機ずつ、艦尾に、背負い式に機系4機に改められており、 ガスコーニはさらに手法の配置を前後に一機ずつとし、副砲塔は一番手法塔の後部に背負い式で二機、二番手法塔の手前へ一機という配置に改められる予定であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。